小坂井くんのおすましでしょうは、タレントの小坂井和樹が主演を務め、1985年8月から2017年3月まで行われた公演の名称である。通称、おすまし。1985年から2008年まで、毎年8月第3金曜から第4日曜までの10日間に、渡って、東京都新宿区歌舞伎町の劇場、シアターアプルにて上演された。 2009年から2015年までは、同区100人町の劇場、東京グローブ座にて上演された。公演回数が30回を迎えたことや、小坂井の出演番組、ライオンのご機嫌ようが終了したことなどで、小坂井は本公演に区切りをつける決心をし、2017年3月、9から12日に新国立劇場中劇場にて、ファイナル公演、小坂井くんのおすましで、 小ファイナル、おすましビヨンドが上演された。おすましで、小第一回公演が行われた、パルコ劇場1985年、テレビラジオ等で人気を博していた小堺を主演に、末公演が始まった。当初は事実上の相方である、関根務をパートナーに起用した。後に、関根は、同じシアターアップルを使用したコメディ劇団、観光金シアターを立ち上げ、現在は、 こちらの方が成長、チケット入手困難となっている。観光金と同様に、おすましもかつては4時間長の公演が当たり前のように行われてきたが、劇場の都合や交通の便、さらに小境の年齢もあり、末期は3時間程度でまとめていた。おすましはコメディが主体で2部構成となっている。バックバンドをステージ広報に配置、コメディトーク、歌を融合させた。 アメリカンスタイルのステージングが行われている。なお子坂井らキャストは年に1回、県産のためニューヨーク・ブロードウェイの本場のミュージカルを感激している。毎年の公演前に、小崎キンでは青にゲストが登場するのが恒例になっていた。また、演目の中に小崎キンネタがわずかに織り込まれていたことがある。長年、投稿演を 浅井企画と共同で制作していたアトリエ団ン,ンが2014年2月に倒産企画は東京音響に引き継がれた。クレジット上は浅井企画が単独で制作を行う。主演の小坂井以外はすべてゲストとして扱われている。小坂井くんのおすましで、小小坂井くんのおすましで、小二スタンダードロマンティクス小坂井くんのおすましで、 小 3A ナイトエ t ティ t ザオペラ小坂井くんのおすましで、小4 n e ュー u s i c ルコメディ小坂井くんのおすましで、小5ドリームオブザハリウッドファン、カウチポテトの夢小坂井くんのおすましで、小6電話で、デート小坂井くんのおすましで、小7少年よ大使を、いだけ小坂井くんのおすましで、小8ニューシネマパラノイ小坂井くんのおすましで、小9レンタルドリーム小坂井くんのおすましで、 小10フールオンザヒリ夜小坂井くんのおすましで小11夏服の男たち小坂井くんのおすましで小12スタンディングルームオンリーただいまお立ち見です小坂井くんのおすましで小13アモーレミを死ぬほど愛して小坂井くんのおすましで小14騙されてラスベガス小坂井くんのおすましで小15セブンチャンス小坂井くんのおすましで小16殺したい男小坂井くんのおすましで 小172001年古藤への旅、小坂井くんのおすましで、小18素晴らしいかな人生小坂井くんのおすましで、小19アニメより愛を込めて、小坂井くんのおすましで、小2024、小坂井くんのおすましで、小21リトルグランドウッつ小坂井くんのおすましで、小2二スイングしなければ意味がない小坂井くんの、おすましで、小23850825年目の、 小坂井くんのおすましで、小イングローブザ、フライメツーザムーン小坂井くんのおすましで、小25、卒業今年はノンストップ。小坂井くんのおすましで、小26、プリズンブラザーズ小坂井くんのおすましで、小27、サツアカデミー小坂井くんのおすましで、小28、インザシャレホーセ、インザシェアハウス小坂井くんのおすましで、 小 29A ギャングイズハード、ギャングは辛いよ小坂井くんのおすましで、ショー30 30小30ザ30ステップス小坂井くんのおすましで、小ファイナル、おすましビヨンド、バックバンドスタッフ劇場を保有する、ジャニーズ事務所所属タレント出演の夏休み公演があるため、開催時期を9月にずらすことがある。AAB2016 年は、公演がなかった。小坂井くんのおすましでしょうお知らせ。 浅井企画お知らせスケジュール。2016年6月13日閲覧。小坂井が1986年にリリースした曲で、小坂井では長きにわたり、エンディングテーマ曲として用いられた。この公演が演で2012年に堀井口と結婚している。本来2004年に行われる予定であったが、その年の夏に小坂井が病気で入院したため、1年延期になっている。 試験的に休憩なしで公演。コメディからショートコントに変更した。2013年まで木村万作が務めた。2014年まで渡辺修が務めた。2012年まで小川文明が務めた。ありがとうございます。